着く予定だったんですけど早くなったので、そうちょっとお迎え待ちということで、めっちゃ前髪がなんか薄いなんでだろう、なんか寝癖かな、なんか今日めっちゃね薄くなっちゃった。だるまさんありがとう、こんばんは。来てくれてありがとう。ちょっと明るいな、大人っぽい嘘なんでやろうでも髪はね結構ボサボサですよ、もう風とかに吹き飛ばされて。服はかわいい、今日風強い気がする。こんばんは、こんばんは。風強くなかった？みんなのところは。りゅうくんも母ちゃんありがとう。全然お腹めっちゃ空いてる。なんかお昼に食べてそこからまだ何も食べてないよ、だからめっちゃお腹空いてる今、うん、グーって感じ。程よい風いいね東京こんばんは。何を食べる予定なんだろう。お昼には食べたい。え、お昼食べないの逆にみんな普通に食べるお昼ぐらい。なくなるね。そうかも。でももうみんなは食べた時間。明日晴れるね。よかった。本当に雨より全然晴れてね、みんなと会いたい。エコー聞いてる？そう、この部屋が今一人やから響いてるのかな？昼間ラーメン2軒はしご。よく食べれるね、そんな。なんかもうかね、一気にね、食べれないのよ。2杯とか。すごい夜は泣きます。頑張れ。泣くを鳴らす。違うよ。まだ食べてない。春巻きいいの。明日お話かね。よろしくね。福岡旅いいね。長野に帰省してお蕎麦いいじゃん。こんばんは、こんばんは。ストレート、そうストレート。今日はまつり順位してる。そうそんなに今日はね来れなかったけど、急いでたから準備に。今日も可愛い、ありがとう。今日はどんなお仕事？ないしょ。秘密。平次さん可愛い、ありがとう。福ちゃん、だるまありがとう。
ドラガンさん星ありがとう、タカちゃんハートありがとう、韓国のあっちゃんだるまありがとう、ゼロさんハートありがとう、スケモンさんバラありがとう、エイトさんブライ、だるまありがとう、ブライアンさんハートありがとう、瀬戸内ナンバさんハートありがとう、エイトさんだるまありがとう、ドラガンさんだるまありがとう、ハートさんトータありがとう、タレヤキさんハートありがとう、ありがとう。混んでたね、めちゃなんかあれでしょ、すごいなんか何やっけ、東京駅とかが人がすごいみたいな聞いたんですけど、そう人がなんか、でも今日ねマリオの映画か、映画ってこのゴールデンウィークめっちゃ人気やろうなと思って見たいなって思いながら調べたんですよ。で今日のなんかあと1時間半後ぐらいにあのの映画を今日広島のねソレイユとかの見てみたんですよ、ポチッと押したらもうねほぼそのもう予約で埋まっとって、あめちゃもう人気やわと思って、新幹線の方も溢れてて、駅の写真なんか見たけどめちゃすごく人がいるっていうの見たから、マリオの映画はしばらく休みが終わってからかな、休みっていうかゴールデンウィークが終わってからかな、ヘイホーうまかったですか。そう今日めちゃアイコジとですね、あの待ち時間が今日あってちょくちょく、その時に本当に1時間ぐらい待ったりとか40分ぐらい待ったりとかっていうことがあったんですけど、アイコジがね私の隣に来てくれたんですよ。でなんかエフェクトを撮ってめちゃ笑ったり、なんかあのマリオの告知動画を一緒に見て、なんか一緒にマリオを描い、マリオっていうか絵を描いたりして笑ってたんですけど、それをねちょっとみんなにもメールで送りました。なんかね髪型の色が変わるエフェクトとかもあったから、後で自撮り送ってみようかなって、なんか新鮮だよ、すごいね、茶色の髪型の私エフェクトなんですけどがめっちゃなんか新鮮やけど結構いいんじゃないみたいな感じでもあるし、でもまあ今見たら黒の方がねぴったりなんですけど意外と似合ってたのでちょっと送りました、後でピンバツじゃない、なんか茶色みたいなエフェクトがあったんですよ。それをあの野球ボールのおもちゃは何ですか、なんか可愛かったから撮った、アイコンした Google レンズで調べたらちゃんと出た、お金髪じゃないよ、茶色のそのエフェクトがあって、それなんかでもアイコジも私の絵をメールに送ってくれたみたいで、あのそうでもそれはめっちゃ下手すぎ、キャサリンの黒を描いたんですけど下手すぎてなんか結構わかんないって方の方が多くて、何人かねちらほら分かってくれてた方もいたんですけど、ちょっとキャサリンはちょっと絵が下手やった、ヘイホーもねちょっと難しいかもしれんし、モーガ好き、モーガ好き、あのボールはうなつる、そうなんでなんでスラムダンク見たかったけど開いてない、そうなんだ、やっぱ映画館はね今いっぱいだよね、そうだよね、その次の動物あれ馬ですあれの正解ないのあれよね、おかしいよね馬でした、あの絵はなんか意味もなく送りました、何送ろうって思って、あこれでいいかって書いた馬、ヘイホーうまかった、やった、茶色は光の加減で見えた時に合ってたからいい感じ、お嬉しい、個人的にあの
広島の本通りでやったパレードの時の髪色がすごい太陽に髪が当たってて結構茶色に見えてた気がする。個人的にそう思った。そんな感じ。今もねちょっとなんか明るくて黒やけど焦げ茶みたいに見えません？パレードそうの時茶色っぽく見えてた時が、光のね加減でちょっと見える。結構黒なんですけどもか髪色。推しの子2話目で、お、いいね。私もまだ2話止まってるよ。馬さんだよ、あれ。今も茶色に、あ、そう、服がね、黒いから、多分ね、そうなんや。お姉ちゃんもそう黒になってるらしい、昨日、ツイッターで。パレードで自然光でただでさえ可愛いのが漏れてる。いや、まず限界とか嘘。嬉しい。なんか外ってさ結構太陽浴びるから顔なんか自信なくなるんだけど嬉しい。めっちゃなんか外でさ漏るの難しくない顔。光の加減で、そうそうそう黒なんですけど。足が、ええ、そうお姉ちゃんはよく髪が変わってるので今何色かっていうことを把握できてない時もある。全然大体もう結構変わってるから。自然光漏れる？本当？嬉しい、よかった。自然光って漏れてるのかなって思ってる、いつも顔が思ってる。この前のブログは推しの子っていう普通はだったのに、もちろん違う違うよって言った。なんかあれわかんないよみたいに言ってた気がする。私それそうね、撮る側はそう自然光の、うん、透明感増しますか？ありがとう。推しの子じゃ普通すぎる。え、絶対言ってないよ。言ってないよ、もう。普通すぎるとか思ってないって、多分あるかも。それは聞き間違いかも。目がガラスのビー玉みたいに。嘘。ありがとう。目がね、コンタクトしてか青っぽく見えるよ。服顔見てもったけど、この、そう、これはまだ痛いんですけど、これはできるようになりました。だいぶ痛みが治って、まだね、タコ口はちょっと痛いかも。でも、だいぶ。去年の広島パレード見返したかもしれない。ありがとう。よかったね。そうだいぶ治ってご飯とかもそうこう食べれる全然。うん、嬉しい。ずっと悩まされてたこの子に。昔からおじいさんタコありがとう。どうしたん、誰もありがとう。ミシェルボーイさん、かわいいありがとう。ゼンターさん、星ありがとう。ヒンヤさん、だるまありがとう。マッピアノノッピーさん、だるまありがとう。マボルシさん、ありがとう。ターさん、星ありがとう。だるまもありがとう。エビサマさん、だるまありがとう。
グンガンガシさん、お星様ありがとう。ミシェルボーイさん、星ありがとう。猫舌監督さん、あとありがとう。福ちゃん、ダルもありがとう。ドラガンさん、星ありがとう。平次さん、かわいいありがとう。これからコーナーつけた名前やだよ、もう名前つけるよ、もうコーナーのこと嫌いだから、もうか嫌ってるから。コーナー痛い、すぐなんかできるんだよね。食べられる、そう、食べられるようになったらしい。こんばん、こんばんは。今コーナーと一緒だけど、早くバイバイしたいバイバイしたいよね。来ないでっていうことないよ、一個も。もういっぱい嫌だった。醤油痛いね。イベントで感じるともね、2万70ポイントぐらい。もしかしたらありがとう。嬉しいです。薬効いてるの？なんかね、軟膏みたいな。口内炎専用の。軟膏みたいなのを塗ったんですけど、すごい効いた。飲み薬も効いたとは思うけど、軟膏めっちゃ効くなと思った。噛める日々に感謝するようになる。メタメタ感謝してる。体調悪くて寝てる、寝ちゃえ。大事にね。ゴールデンウィークからゴールデンウィークから家族で美味しいものでも食べていく。でも、もうこの間ね、お家でたこ焼きしたりして、そう、一昨日。美味しいもんいっぱい食べない、ありがとう。そうね、家族でも外食とかもできたらいいな。今のとこ家でたこ焼きして楽しみました。あとでも今日は仕事だったんですけど、明日明後日頑張ります。お仕事、センキューのたこ焼きはあれよ、普通にタコとキャベツしか入ってないよ。でもお餅とか入れても美味しいよね。次はもんじゃ、もんじゃしたいね。美味しいもの美味しいって感じるの幸せ。ほんとよ、それがなかったら本当に辛い。わさび、あ、でもね、前ね、たこ焼きにわさび入れたことがあったんですけど、ショールームの企画で、企画っていうかロシアンたこ焼きで、意外と美味しいよ、本当に。焼いちゃうとね、美味しいからね。そう、本当に普通に美味しいってなっちゃう。東京駅の中にもんじゃ、そうなんだ、いいね。そうだから、多分もしロシアンたこ焼きで罰ゲームとして食べるのなら、焼いた後にもう一回わさびを入れないと、なんかもうね、そう、焼いた後だとめっちゃ美味しくて、普通になんか美味しくて、
あの時はなんか後で付け足さなかったっけ、忘れちゃったけど、なんかね美味しかったんですよ本当に本当に。今ももの量が少なかったのか覚えてないけど、そう本当に美味しかったです。うどんにわさび美味しいのそれ、焼くと辛みがなく、え、どうなんだろう、でもね、お美味しいじゃんみたいなのになったんで、で後で足したんですよ。辛そうなリアクション、あのあれよ、足してなかった、辛い、どうだったっけ、辛いけど美味しいみたいな感じだったっけ。わさびの辛みの成分、揮発性、合ってる、ソース自体激辛、そうだね、なんかあれだね、そういうの、それだと辛い、次の時は辛子、いやだー辛子苦手だわさびもさ量多かったら苦手けど、辛子の方がなんか味があんま好きじゃない、揮発性か、ありがとう。あ、加熱したら飛んでしまう、なるほどね、ハバネロ絶対辛いやん、いやだよ、マスタードは普通に好き、からしがね、あんま好きじゃないんですよ、味がね、普通に辛いもの苦手、辛いもの苦手かも、普通に、どうやろう、苦手よね多分、酸っぱいのはね結構得意ですよ、レモンとかやったら、どうやら、でも梅一気には食べれんからな、ものによるな、餃子にはからし入れてないね、なんか小籠包に入れる生姜が好き、めっちゃ生姜がね美味しいんですよ最近、ドナーっぽくなってます、本当ですか、レモンタバスコ、うどんに生姜、うどんに生姜入れてないな、タバスコ絶対辛い、食べたことないよ私、みょうがなんだっけ、ラー油もちょっとなら入れるぐらい、小籠包大好き、美味しい、生姜好きか、生姜ダジャレ言わないの広島で初めて知った、角煮作るときに入れる、そうなんだ、瀬戸チャレのロケでもちゃんのカレー、もう辛いの瀬戸チャレでは食べてない、美味しいラーメン食べた、塩マヨメントについてるから、ついてるからしか使われてないそうね、うどんはとろろとねりと一味ですね、今日からありがとう、山椒つぶくんと食べると OK そうめん食べるとき入れる生姜最近さっぱりしてるものが好きだからな、
まぼろしさん、ライフありがとう。のりさん、当たりがとう。わさび大福さん、だるまありがとう。福ちゃん、だるまありがとう。マスタング大佐さん、当たりがとう。レッドさん、当たりがとう。マッチさん、当たりがとう。ひろとさん、当たりがとう。ケイシティさん、だるまありがとう。ミシェルボイさん、当たりがとう。ゆういちさん、当たりがとう。ゆたさん、当たりがとう。昔からおじいさん、タコありがとう。ひやさん、だるまありがとう。ゆびさまさん、だるまありがとう。ダジャレをコメントしても読んでもらえないのか。え、違うよ。読んでよ。読んでよ。こんばんは、こんばんは。もーちゃんのお菓子以外の味覚大人そうかも。明日未来はと思って配信かも。多分そうなるね。そうなると思う。話し会があるので、お昼とかは難しいから、そうかな。また変わることがあったら言うんですけど、今日の前髪だけ、え、全然悪いよ。今日ね、時間なくてパーってやったから普通何時は、でもそう、間時間はどうないかな。去年は夜道キロの列ができてたみたいな。今年はそうでもないしなんでやろう。シースルー、そう、今日シースルーになっちゃった。夜遅めかな、どうやろう。うん、終わってお家に着いてかんって感じ。なんかお家に着く時間わかんないから、まだなんとも言えないんですけど、明日はお話し会、未来バトン両方あるから、もしか遅めがの確率が高いかな。あいこじと二人でお仕事ではないよ。隣の席に来てくれたの。未来バトンは30分。そうだね、すごい。マティの植物園1時間待ち、すごいね。ご飯を食べてほっと一息でてくかな。まだ明日お弁当があるかもわかんないから、わかんないやまだね、予定が来てるけど確認できてなくて、さっき来たからさ。あやこじとどんな話、でもなんか本当にね、絵を一緒に2人で描いて笑ったり、エフェクトでなんか面白いエフェクトを一緒にやって笑ってた。本当にそんな感じ本当にね、今日はお互いの、そう、お互いのハマってることとか、私はポケモンカードの話したり、そう、未来ボタンって配信、あ、なかったっけ、配信ある気が。明日めっちゃ、そう、明日晴れるらしいよ。もーちゃんがアイコって呼んでるの、ジュアル、そう、そう、僕がアイコって呼んでるんですよそう、呼んでたり、でもアイちゃんがアイコかアイコし、いや、全部呼んでる気がする。いろんな時に、いろんな、じゃあいろんなパターンがあるんですよ。普通ならね、
もし同期じゃなかったら STU の、そう、私は先輩、愛子じゅん先輩やから絶対愛子なんて言えない、言えなかったと思うけど、なんか出会うこともなかったのかもしれないけど、そう、今はあのヨバさせていただいております。そうだよ、モーカがもし職場とか一緒やったら愛子じゅんと小島さんって呼ばなきゃいけないんだよいやうん、でも逆にそう、なんて、愛子って呼んでも優しく接してくれる愛子じが優しいんよ、ほんと会社の発行への先輩に愛子会うと礼儀ない子になるよね本当に礼儀がない子になっちゃう。そうだよ、そう、ドッキーやけど、そう、お姉ちゃんがいっぱいいる。そう、パチちゃんもそうやね、パちゃんとかって呼んでるんですけど、パセリ、パセリとかパちゃんとかって呼んで、そう、そう、それ、そう、みんな、そう、みんなのことをこういっぱいあだ名で呼んでも、呼ばしてもらってるから、呼ばしてっていうか呼んでもみんな笑顔で答えてくれるからね。でもそう、不思議、なんか年齢バラバラやけど同期って不思議だよね。愛子ちゃん、愛子ちゃんめちゃめちゃ絵うまいよ。会社の後輩に呼び捨てされたらさすがにコラって言うんでどうしよう。でも私普通にみんなのことさいろいろ普通になんかみんなのこと、そう、何々さんって呼ぶときはあるけどさ、普通にね読んでるときもあるからそう、もうちゃんのため口では許されないよ。もうでも結構あるよ。そう、そう、最初ね、みんなのことね、本当にね、絶対ずっと3をつけないといけないなって思っとって、で、もちろんね、普段男女呼ぶ時とか結構何々さんって呼んでるんですけど、今でもなんかここで話してる言葉も敬語で話さなきゃいけないのかなって最初思っとったんよ、この配信もね。だからずっとお堅い感じだったんだけど、どっちかっていうとみんなもやっぱお堅いよりはなんか普通に話してくれた方が多分嬉しいって言ってくれることが多いから、そう、私もなんか最近は気にせずっていうか礼儀はあるんですけど、ちゃんと、そう、逆に硬い方がね、多かった。そうそう、フレンドリー、そうだね、フレンドリーの方がみんなも、私もそっちよりもそう、仲良くなれるからさ、チェキとかサイン会、そう、チェキとかサイン会、普通にみんなのことも呼び捨てて書いてるからそう、でもみんなもそっちが嬉しいって言ってくれるから。ピノキオ上手だったよね、愛子じはピノキオ描いてたんですよ。悩む、そう、最初はね結構ね考えるから、さん付けやん、君名前がゾウやんうん、何、3期生にお前って呼ばれてるのすごいね、すごいね。私はそうね、言ったことないな。すごいね、3期生もう慣れてるんだね。私多分まだあれやな、まだっていうか入って3ヶ月とかめっちゃまだ固まってたな
1年は絶対固まってたし、2年も。ちょっと名前の感じ読めなくて大丈夫。じゃあね、来た、いよいよいよ、あなんかでもそうね、私はそう、その何だろう、そう、配信の壇上とかさんつけたい、何ね、ちゃんさんとは言わないかもしれないけど、おーちゃんに指差ししてもらったことある。ありがとう。言葉遣いが丁寧。そうかな、どうなんだろう。こんばんは、こんばんは。スマホが熱くなりすぎてリフトが真っ黒。そう、そんなことある。逆にちょっと見てみたいわ。本当に優しくてしっかりしてる。ありがとう。嬉しいです。ゆうさん、だるまありがとう。ひなっぴさん、だるまありがとう。しんたさん、ハートありがとう。かんずさん、だるまありがとう。みえさん、だるまありがとう。ごごごしさん、だるまありがとう。TM マンさん、だるまありがとう。ひそさん、ハートありがとう。はるさん、だるまありがとう。じんさん、ハートありがとう。さとぴーさん、ハートありがとう。サクッと軽くておいしいよさん、ハートありがとう。のりさん、ハートありがとう。さび大福さん、だるまありがとう。ももろしさん、ライフありがとう。マスタング大佐さん、ハートありがとう。ももちゃんがオラオラ系と好きになれてなかったかも。ももちゃん、オラ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 、なんかあるかな、オラオラっていうの言葉って。ちょっとこっち、ちょっとこっち、なんかわからん。出てこん。あ、俺オラオラ系じゃない。オラオラ系って何じゃ、何オラオラ系って、どんな感じの、アバターもコナンみたいに黒。そんなことあるんやね。負け舌だと強そうですか。あれ、読み方間違っとった、もう一回教えて読み方、名前。覚えるからごめんよ。あら、うん、ライブ来るよねみたいな。あ、そういうオラオラ、そういうオラオラ、ライブ来るよなってこと。あー、そういうこと。もじゃの画像と一緒なし、うん、多分まとってる空気感がオラオラとほどこいの無理ですか。無理なくて、そう、なんか強そうに見られたこと一回もない。今までの人生強くはない。
強くないってももか弱い弱いかわかんないけどいやでも見た目弱そう弱いというか実際力ないからめちゃめちゃ弱い喧嘩すぐ負けると思う。こんばんは。いつも可愛いアツを100枚してた弱いっていうやつね。コーチの女性は着るのは基本オラオラ系。嘘そうなんかな。どうなん。でも思ったことはちゃんと言うよ自分。そうちゃんと思ったことって全部を言うとかじゃないけど言わなきゃいけない時には多分言えてるはず言えてないかも言ってるはず獣のストーリーあと少し。え早くないあれあれ理解しててつゆとありがとう。ムラムラはそう無理かもね。なんか分かった。なんかハキハキ言えてるか分かんないし人に遠慮して言えないことも多いんですけど自分の意思はしっかりしてるって感じかなそんな感じですね。そんな言えはしないかもしれない。いやちゃんと自分の考えがあるって感じ。このルームが嫌で優しい楽しいルームだって本当に良かったです。それは気が強いところが前に出るか出ないかイメージか。そうね気が強いどうなんだろう自分のあれ分かんないな性格。しっかり者嘘しっかりあ言うべきこと言うならしっかり者そうだね。え、でもそんな言えないこともあるからそこまでしっかり者じゃないか。遠慮しちゃうことも多いですね。うん。今まで人に「しばくぞ」って言ったことない言うに見て頑固そうなの。頑固なんよね。ママに言われる変えないからね自分が一回考えてたこと結構これだって決めたらこれだってなることが多いから飲ませに頑固そうだよ。そうだつぶつぶつらくるさんはたありがとう。ようかのさんはたありがとう。もからざむらいさんだるまにはたありがとう。まけともさんほしありがとう。きよにいさんすずらんありがとう。うるすさんはたありがとう。たかさんはたありがとう。カピバラミティアさんはたありがとう。ばいちゃんだるまありがとう。ひなっぴさんだるまありがとう。かんずさんだるまありがとう。たくさんありがとう。相手に考えて伝えるからあしっかり相手にねもちろんそんな頑固言いつつ直さなきゃいけないってことはちゃんと受け入れちゃってるしありがとうちゃんと直そうって自分が思ったらめちゃくちゃ直すよ。人に言われてもそうね人に言われてから気づくこともある。すごいももちゃんに推し変したらしばくぞと言われてみたいな。え嘘言われたいの言われたいの覚えてるのは簡単配信で、ね、
手なんか抜いてないもんって言って、うん、手抜いてないよ、抜いてないよ今でも。そうね、それは変わらないかも。目力ある、そう、目力あります。先週の鼻垂れ声でありがとうございましたありがとう目力ももさん。ももちゃん将来自分の子供厳しいもん。絶対厳しくないと思う。わかんない、厳しくないというか考え方はちゃんとしてほしいけど、なんかあれなんだろう、やりたいことをやってほしいみたいな性格ですね。教育ママではならないかも。なんかそう、教育のママさんもなんかいいと思うけど、ひっそりとなんかあれを、あの受領参観で端っこに顔出してるお母さんになりたいチラッと、そう、なんか影を薄くして子供を見守るスタイルでいきたいですね、将来は。教育されたいもう名字がリッセンじゃなくなるってことだよ、その時。でも分かんない、もう一回ずっとリッセンがいい。迷惑かける、うん、ちゃんと迷惑をかけずに、そうね、私なんか他の友達に手を挙げたりされたらもう怒るけど、ちゃんとちゃんと普通に楽しく生きてくれてたら別に。って感じ。廊下から見て、そう、廊下から見てるパターン。でもそう思うか、ママ友のおさ、なんかできるかなって思う。なんか私って結構なんか大人数であんまり人と話すのが得意じゃないから、そう、やばいやばい、誰かいる今日かわいい、ありがとう。ああ、韓国だったミュージカルの映像なんだ。結婚してく、すいませんでした早いな。ほんわか暮らしたい、そう、ママみたいに歌歌いたいって言われたら、あ、歌って、そのアイドルをやりたいってことかな。なんかやりたいって言ったらやればあ、でも何人か仲良しのママさんできるから、ママ友に、なんか大人数のママ友にはなれないと思うけど、なんか一人の人とかと仲良くできたらいいなみたいないつもそんな感じやから。タワマンとかってママ友に付き合うの？わかんない、もうタワマンがどれかわかんないもんかなんか東京とかでどのビルがタワマンかわかんないんですよ。どれだっていつもなるんですけど。推しの子に丸か推しの子、推しの子ではないなよもうから推しの、あ、将来か、推しの子の話やったらね、もうやばいからね。してもてと10期生ぐらい、そうかな。でもそうですね、なんか自ら何かをやらそうとかそんなないかも。推しの子のアイドルの気持ちと共感できるところ、
どうやろうか、まあ、人を誹謗中傷とかしてはいけないみたいなところはそうだなって思うけど、結構内容がなかなかないような内容じゃないですか、まあ、アニメやから。だからそれはわかん、普通にストーリーとして見とったかもそうそう、そこは共感できるとこもあるんですけど、結構内容がね、アニメというかなかなか現実ではそうあれなので、そう、ガスマンさん、どうもありがとう。自分の子供にアイドルとか、別になんかね、芸能させたいとかは思わないな。なんかその子のしたいように、したいって言ったらしていいし、したくないならしなくていいし、でもなんか普通にずっと遊んでみたいなのは嫌だけど、普通に何か頑張ってたらそれで十分だね。あれ、お姉ちゃんの娘さんとおもちゃんの娘さんが ST に入ったらおしいしその時はぜひとか自分がしてたやつさせたり、しないね。なんかわかんない、なんかね、そう、別になんかしてほしいことがそんなにないんですよね、まあ、本当に元気でいてくれたらいいって思うんですよ。ママもよく言ってる、もう結局は元気に育ってくれたらそれでいいってママがよく言ってるんですよ。だからそうだなって思う。全然そんないつの話かもわかんないし、自分が子供産むかもわかんないんですけどなんならもしかしたらわかんない、産んでないかな子供わかんないんですけど、その時にならないと。そう、元気ならそれです。そうだよ、うん、元気で優しい子に。そうだね、今のまだまだ桃花がまだ、まあ、年齢は成人してるけどまだ子供っちゃ子供なので、中身がね、だからまだわかんないな。そう、まだママじゃない、そう、全然ママじゃないよ。全然ママじゃないよ。元気一番、そうだよ、本当に。なんかでもしたいって言われたことをサポートできるような、ちゃんとなんて言ったらいいね、そういう準備をできるような人にはなり、準備っていうか手助けをできるような人になりたいですね。アクアみたいにモカさんの子供です。アクア、どうする、これでめっちゃ教育ママだったら、ほら塾に行ってなさい次はピアノの稽古よ、その次はなんだろう、習字して、
来年はお受験、そうその線もありそう、絶対ない、大丈夫勉強させた方がいい、そう勉強はね、なんか普通に、なんて言ったらいいんだろう、でもなんかその子次第、本当に勉強が別に苦じゃなかったら、もちろんなんか普通にね勉強した方がその子にとってあの将来楽になるからいいと思うんですけど、本当に勉強が苦手でなんか本当に辛そうなのに無理やりめっちゃやらせるとかはしないかも。普通に、ね、自分のできる範囲まで頑張ってはほしいけど、なんかテストの点悪いからって怒ったりはしないかも。遊びほうけてはない子は怒るよ。真面目にやって悪い子には怒らないよ。習字いいよね。私もね、なんか字習ったらよかったなって思うよ。確かに。なんか字が子供っぽいんよ私。だから将来もっと、今も大人やけど、もっとなんかさ、30歳とかになった時にめっちゃ可愛い字書いてたら、なんかいやーって下手くそな可愛い字、丸っこい口を書いちゃうからさ。怒られたよ。こらって、なんで90点も90点取れないの。真面目だけどガチャガチャの大好きな子かもね。私に似たらそうですね。そう、私がね勉強とかもめっちゃ、今ならもうちょっと頑張れるかなって思うけど、中学校の時はめちゃめちゃ泣きながら勉強してたので、そんな感じやったら本当に自分のできることをしんさいって思います。90とかスパルタ90難しいよね。80点以上だったら私よしとしてた、中学校の時のテスト。90何点取れたらもちろん嬉しかったけど、たまにお母さんアニメとか見るなよって言われたりする。アニメは何歳まで見てもいいんだよって言う普通に私は70歳になってもアニメを見ることが目標だから。目標高めですか？そうかな。でもなんか自分が取れる、頑張れば取れるかなって思うから。ももちゃんが70歳の頃にどんなに、そうだよ、絵がさもう今の時点ですごい綺麗じゃん、アニメって。だからもう映画とかアニメとかってどうなるんかなって思う。ももちゃんの子供の顔見てるもう分かんないな、うん、自分の子供だったらすぐもう一番可愛いんだろうね。もう一番可愛いってなるんだろうと思う。AI が全部作ってるかワンチャンあるよね。どんな感じなんだろうな桃ちゃんが70歳とか確実にこの辺にいや、でも桃が70歳、桃もだって70歳まで生きてるか分かんないから。コナンやってるかな。やってたらすごいよ本当、ドラえもんとか楽しみですね、将来どう進化していくのか。今何時だ結構経っちゃったかも。もちゃん熟愛する親、そうだよ、ドラえもんありそうだよね。
え、ジャスト私1時間もやってた？嘘。いやあ、楽しく話してた。もうママ来てるかな。ごめん、来とったら。お迎え待ってたの。もう来てるかも。もうじゃあ読みます。1時間ぐらいです。早く行かねば。13位のぐんぐんぐんしさん、ありがとう。12位のドラゴンさん、ありがとう。ももちゃんはいつでも最高に可愛い、大好き、ありがとう。嬉しい。11位のみえ、HK さん、ありがとう。10位のジェタさん、ありがとう。大人っぽくて、よしももが好き、お、ありがとう。9位のテイスティンさん、ありがとう。呼び捨てでいいよ、テイスティン。じゃあ、お話し会で呼びます。8位のももかしか愛せない、毎日、毎日ももかだけ、お、嬉しい、ありがとう。毎日ね。7位のミシェルボーイさん、ありがとう。6位のモーカロ侍さん、ありがとう。5位のマッピアノノッピさん、ありがとう。明日お話し会と未来バトル、おー、両方嬉しい、ありがとう、よろしく。4位の福ちゃん、ありがとう。お仕事お疲れ様、明日は1時間目だけだけどよろしくね、朝から待ってます、ありがとう。3位のエイトさん、ありがとう。2位のダンさん、ありがとう。カメラ目線で好きお願いします。好きじゃない。嘘です。1のカンズさん、ありがとう。ありがとうございます。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。あおさん、だるまありがとう。ゆうさん、はたありがとう。てるさん、はたありがとう。としぴんさん、だるまありがとう。りっくんさん、だるまありがとう。OS さん、はたありがとう。ベガスモンさん、だるまありがとう。バイバーイ。